俺はゲームが好きだから。ポルノ見てる。今、お前が設定してる自分のキャラを振り返ってみてほしい。もう朝一発目からポルノ見てる。ふざけんな、見かけにしろ。お前最後に競争したのいつ？他の男と戦ったのいつ？監督に理不尽なこと言われたのいつ？ないでしょ、そういう経験。弱いって。絶対メンタル弱くなるって。インターネット越しよ、カメラ越しよ、俺とお前のこの関係ってのは。だけど、お前にね、親友ができるまでは、ね、俺みたいな存在が いた方がいいんじゃないかと思う。いつから持ってんの、その目標は。だってケツに火がつき厳しいって。バカじゃねえの。トゥルルルルルー、レベルアップ。厳しいって。お前のせい。厳しいって。そういうキャラになっちゃったのもしゃあないじゃん。ガチで危機感持った方がいいと思う。厳しいって。お前のせい。外に出た。弱いって。厳しいって。男磨きって何？教えて。もうお前おしまいよ。おしまい。トゥルルルルルー、レベルアップ。外に出た。弱いって。厳しいって。ええガチで危機感持った方がいいと思う。ガチで危機感持った方がいいと思う。お前は何をしてるの？お前は何を待ってるの？弱いって。待ってるやつは一番のアホ。外に出た。もうお前おしまいよ。おしまい。マジで面白いんだけど。オンラインでオナニーしてる。もう朝一発目からオナニーしてる。